HEROA が2015に出演している北川恵子の彼氏の大悟とラブラブになる前のすさまじい男性遍歴透明感のあるすっきりとした顔立ちが美しい北川恵子さん最近はウィッシュで。 おなじみ大悟を彼氏にしてラブラブな北川景子さんですが見た目とは裏腹に男性遍歴が凄まじいんです肉食系だと言われている北川景子さんの歴代彼氏について調べ上げてみましたまず彼女の簡単な経歴から北川景子1986年8月22日生まれ兵庫県神戸市出身 ススターーダストプロモーション所属。高校2年の時地元神戸のモデル事務所ノイエにスカウトされ芸能界入り2003年ミス・セブンティーンに選ばれモデルデビュー2006年9月15日セブンティーンモデルを卒業2008年7月クールのテレビドラマ「太陽と海の教室」で初のフジテレビ月級ドラマのヒロインを演じる 2009年3月26日、明治大学小学部小学科を卒業。では、いよいよ歴代彼氏の発表です。歴代彼氏一宮尾俊太郎さん。映画「花の後で共演した後、週刊誌でお泊りデートの現場が掲載されたらしいです。交際期間は半年ほどだったとのことです。別れるの早いですが、また、 映画関係者の弁によると二人の関係はガチだったとのこと歴代彼氏に山下智久山下智久さんとは明治大学卒が共通点ですし学部も小学部で同じらしい話があったのでしょうか山ピートのデートは週刊誌に何度もパパラッチされた生態デート京都旅行原宿銀座下北沢 港区の韓国料理店 ETC。ということで信憑性は高いかもしれません。歴代彼氏さん向井誠向井誠さんとの関係も有力だとのこと。映画、パラダイスキスでの濃厚キスシーンがきっかけで交際スタート。非常に長いキスシーンだったらしい。これがきっかけらしいですが、さすが肉食系の北川景子さん。あっさり、 イケメン俳優の向井誠さんを彼氏にしちゃったんですね。歴代彼氏4木村良。ちょ、北川景子さんの彼氏ってこんなにいるの笑い。疲れてきました笑い。ぴったり、この寄り添い方は彼氏じゃなきゃ近寄れない距離感ですよね。これで付き合ってなかったら北川景子さん、小悪魔です。 北川景子の歴代彼氏についてまとめ北川景子さんはある CM 発表の場で27年間彼氏はしませんでした37歳までにはいい人と出会えてたらいいなと思いますとお話しされていたそうです今まで彼氏はいなかったこんなに写真に撮られてるのに笑い山 P は彼氏じゃなかったの 腕を組んで歩いていた宮尾俊太郎さんは彼氏じゃなかったのこれで彼氏じゃないと言い張るならちょっと小悪魔通り越して北川恵子さん怖いですでもこれは全て過去のこと北川恵子さんには今超ラブラブな彼氏大悟さんがいて結婚病読みとまで言われてます大悟さんの24時間マラソンが北川恵子さんの誕生日らしいので その後のお二人の動向に注目していこうと思います。